はいどうもこんにちは、岩下スティーブンです。どうせオープニング以降は自分の顔が映らないからいいだろうっていうことで、実を言うとオープニングの部分だけまとめて撮っているので、服装がずっとペッシの岩下スティーブンです。そんなわけで今回は柱の男たち2柱目、この人たちを柱単位で呼ぶのが正しいのかわかんないけど、前に紹介したワムーに引き続き今回はこちら、ジョジョの奇妙な冒険第2部戦闘潮流より柱の男の一人 CDC の紹介です。さあ、というわけでまず SDC 箱の方から見ていきましょう。箱の方は割と茶色っぽくて金色の白押しで SDC と書かれています。 SDC の名前の由来になってるのはロックバンドの ACDC、 アルファベット4文字で ACDC なんですけど、さすがにこちらのキャラクターの方はスペルが全然違いますね。後々に楽曲の方のダーティーディーズダンダートチープもスタンド名として使われるようになりますからね。そしてワムーとカーズと違ってなんか SDC だけがここが金色になってるんですよ。一人だけなんかちょっと豪華で、箱の後ろいろんなポーズが取れるよっていうのと、付属品がもう見た感じ一通り生々しいね。ワムーの方もちょっと変化したような頭部パーツはついてきたけど、これは変化が激しすぎる。エシティシスー、こっちはだいぶブリスターがふんだんに使われてますね。でゲッいつもの大材所、今回は下段これだけ、だいたい上に詰まってるっていうパターンだね。よいしょ、お、開けやすい。とりあえず付属品から見ていきましょう。まずは手首の差し替えパーツが 1,2,3,4,5,6 種類あるんですけど、この両端がかなり特殊ですね。真ん中の4つは指を開いたっていう状態でまあ標準なんですけど、こちらの2つは指先というか、まあ説明するとこの爪、この爪が蓋のようにパカッと開いて、その中から赤い管のようなものが出てるという状態。この赤い管は SDC 曰く血管芯というらしくて、この血管芯を突き刺して沸騰血を体内に送り込み、お前の顔面をグツグツのシチューにしてやる。藤原刑事さんの声無理だ。相手の顔面をグツグツのシチューにできるやつで、右手だけ中指と薬指の間がパックリ割れてるんだけど、これはジョセフのクラクアボレイを避けるためにバガーッと開いた部分ですね。しかもこのパックリ割れた部分はちゃんとこれ手のひらまで続いています。そしてこの血管芯の部分は全部軟質の素材でできています。そしてお次はなかなかバッキバキでもう原型がない頭部の差し替えパーツ。この顔出てきたのはもうバトルのほんと終盤、ジョセフに倒されるほんと直前に出てきた顔だね。漫画の中で言ったら見開きで描かれているから、かなりでかくてインパクトがある絵だったんだけど、登場シーンで言ったら2コマだけです。2コマしか出ていないにもかかわらず、この再現度すごいね。おでこにはかなり長い1本角、角の周りにまたなんか脳というか肉っぽいのがついてるね。口の方はかなりもう耳の近くまで裂けています。歯の方もなんか吸血鬼のようにかなりとんがっているね。頭頂部が体の肋骨みたいな感じになっていて、ちょっとグロいけど上から見ると限りなく肋骨のような骨がたくさんある。ちなみにここの骨っぽい部分は一応軟質の素材でできています。そして首の方には血管っぽいのが浮き出てますね。で頭部だけじゃなくて、これ首ごとついているんですけど、可動の方は一応上下の可動があります。まあこの頭部の方もなかなかインパクトは強いんだけど、個人的にはね、どうせ差し替えがあるんだったらやっぱり泣き顔が欲しかった。ジョセフに腕を切断されてまさか大泣きするっていう、あんまりだ、で、あん時の顔は確かに漫画で見ると立体化難しいだろうなって感じはするけど、あん時のあんまりだの顔は欲しいな。アニメで担当していた声優さんが藤原啓治さんっていう、あのクレヨンしんちゃんで野原ひろし役を演じていた人だから、焼け野原ひろしっていうあだ名が付けられていましたね。そしてこちらも入ってます。 SDC の付属品総じてグロいな。ジョセフが SDC を倒したと思ったんだけど、ジョセフの背中にこれがべったりついていました。ジョセフには倒されたけど、執念でもう脳みそだけの状態になる。これがまたちゃんと作り込まれているんですよね。あ、ちなみに今回の動画ね、グロ注意です。今言うかって感じだけど、脳のシワだったり、これもなんだろう、血管芯なのかな。この辺の隙間とかにかなりドス黒い赤色で墨入れっぽいのが施されています。もう裏から見てもなんかちょっと血だまりみたいになってるんだよね。いやー、グロい。そして裏の方にはね、これ接続穴が開いてるんで、もちろん大丈夫、ちゃんとジョセフの背中にくっつけることができます。これは SDC2 というよりジョセフにつけるための付属品だね。というわけで付属品以上なんで、いよいよね本体の方を見ていきましょう。じゃあいき
ます。エシディシ。はい、というわけでエシディシ、ワームーと同じくなかなかのマッチョ造形だけど色が結構鮮やかなんだよね。オレンジ色だったり紫色だったり、何気ちょっとオシャレ。多分柱の男の中では一番オシャレさんなんじゃないかな。自分のことを炎のエシディシと呼んでるし、実際使う能力も熱を操る開炎脳のモード。とても炎属性らしいオレンジ色。そんなわけでまずはお顔の方、いかつい顔ながらちょっとなんか口元がにやけてないか。これ通常顔なんだけどちょっと笑顔っぽく見える顔してるね。そしてエシディシって眉毛ないんだ。そうかそうか、眉毛はないけどブじゃないアブドゥルだったり、あと奥安みたいな感じで顔にバッテンの模様が入ってるね。アブドゥルとは炎属性つながりもあるから、なんかこの辺共通点を感じる。肌の色の方も若干褐色っぽいしね。そして鼻にはピアスがついてますね。このピアスの中にはジョセフの体内に仕込まれた死のウェディングリングを溶かすための解毒剤が入ってます。それ以外にもワムーみたいに耳にかなりでかいイヤリングつけてるし、オレンジ色で紫のしましま模様が入った帽子もかぶってる。おでこにも金色の装飾がついていて、やっぱりオシャレだね。で髪型はかなり独特なヘアスタイル、シーズーとかみたいな感じですごい触り心地が良さそうなシルバーの髪。多分この髪質から考えて帽子を取ったらアフロになるんじゃないかな。さあそんなオシャレな頭の角を上向くのがグッ。おおすごい、おしゃれな髪の毛はそこまで干渉することなくほぼ真上まで見てくれるね。じゃあうつむく可動はグッ。うつむくのはまあ標準ぐらい。まあでも首周りも特に干渉物がないから結構グリングリン動いてくれそう。ただ個体差なのか首のジョイントがすごく弱くてグラグラする。そしてボディ部分もこれなんかいろいろすごいことになってるな。やっぱファッションの感覚がちょっと狂ってるよな。両胸にはなんかカバー的なのがついていて、これもまたワムーとは別の大胸筋矯正サポーターなのかな。オレンジの覆いかぶさってる部分に対してこの紫色の部分が多分紐なんですよね。オレンジの部分とこの胸筋部分を紐でくくりつけている。胸に剣ぶっ刺してるワムーもそうだけど、エシディシも物理的に痛いファッションしてるわ。でオレンジみたいなところが紫色のバンドで止まっていて、多分これ鎖骨のところにも直接ボタンを打ち込んでるよね。そして腹筋にも直接6個ボタンが打ち付けてあって、それぞれがクロスする形で紐がついています。この紐は特に何か止めるとかっていう機能がないから、単純にオシャレでやってるんだろうな。ちょっと漢字の O に見えなくもないね。そして肩の方にも胸と同じ感じで肩アーマー的なのがついてる。こっちも紫色の紐がついてるんだけど、漫画の中だとこの肩アーマーの方も肩と直接縫い付けてあるんだよね。ただ多分フィギュアの方では可動優先させたのか一体化はしていない造形になってます。縫い合わせてあるし釘みたいなのもついてる。もうやばいな、ボディだけで見るところが多すぎる。そんなわけで腕の可動をまっすぐ上げるとグッ。腕は問題なく水平まで上がってくれます。そしてこの肩アーマーの方も可動部分こそないものの、接続部分自体は軟質の素材でできているんで、腕を動かした時も多少動いてくれます。ただまっすぐ上げた場合はいいけど、腕をグリンと上げた場合はがっつり干渉するし、なんだったらこれ以上動かさない方がいいかもってくらい腕を真上に向けるのはちょっと無理があるね。そしてエシディシもワムーと同様にこの肩の前後の可動があります。前後はあるんだけど、これ後ろ見ると背中の方にもなんかオレンジ色の装飾がついていて、それが肩アーマーとつながっているんで、背筋までがっつり巻き込んで可動部分になってるワムーに比べたら肩の前後の可動はちょっと狭め。そして肩と二の腕の間にはロールがあって、肘の可動はぐんぐんと。こっち側の腕の筋肉量の違いかな、ワムーと違って限界まで動いてくれます。そして手首には紫色の布、そしてボディ部分の可動は胸から上と腰のあたり、のけぞる可動がぐっと。はいですね、こちらなかなかのけぞってくれます。そしてワムーと比べるとここお腹のあたりの隙間が全然目立たないようになってますね。腰のところに黄金のベルトっぽいのを巻いてるおかげかな。でうつむく可動はグッ。うつむくのはそこまで動かないかな。隙間が目立たなくなったのはいいけど、ここの腰のベルトっぽいところが干渉するからね、ちょうどお腹のところのボタンが引っかかってる。そして腰の部分は柱の男の中では一番露出度低め。黒いズボンみたいなのは履いているけど、ふんどしは絶対あるんだね。ちなみにふんどし部分はなかなか柔らかい軟質の素材でできています。ふんどしとかのこのシワの感じもいいな。もものところにもオレンジ色のやつがこれ縫い付けてありますね。多分今までの流れから言ってズボンと皮膚巻き込んでるでしょ。ほんでももの付け根のところにロールがあって、足を上げるとグッと。はいですね、もう水平よりちょっと
っと上まで上がります。ふんどしのところも軟質の素材でできてるから全然邪魔にはなんないね。そして股割りが、よいしょっと、股割りは標準ぐらい。そして膝の方には紫色の膝で、お膝の可動はぐんぐんと。こちらは腕みたいに限界ってほどではないけど90度以上動いてくれます。そしてふくらはぎの方はあんまりこうマッチョすぎず、だいぶ引き締まった感じになってますね。そして足の方はワムーと同じくサンダルっぽいのを履いていて素足の状態。ワムーの方は足にプロテクターつけていたからかもしんないけど、エシディシの方がくるぶし巻き込んでいたり布の面積がやっぱり多いですね。特にプロテクターもつけていないから上下となかなか動いてくれて、くるぶしも若干傾くで、つま先も動きますよと。足の裏の方もワムーと比べるとかかとがちょっと小さめだね。ただサンダルのヒールがあるぐらいで特に造形っぽいのはなし。というわけで焼け野原ひろし ACDC の稼働、こんなところなんでいろいろポーズをつけて遊んでいきましょう。まずは箱の裏に書いてあったスタイリッシュなポーズ。原作でこういうポーズしてるシーンってあったっけ？単純に僕が忘れてるだけかもしんないけど、ここでやってましたよってなったらちょっと教えてください。豪快な ACDC ならぬスタイリッシュなポーズだけど、これはこれでかっこいいね。お次は目覚めた直後、ジョセフと戦っているワムーを腕を組みながらなかなかパースを効かせて待っている時のポーズ。シーンで言ったらジョセフがトロッコで逃げようとしてダイナマイトを爆発させる。その爆発の音を聞いてカーズと一緒に2人でムッって言ってる時です。かなり高いところから見下ろしていて、俯瞰からのパースの効いたポーズがねすごい印象に残ってたんでやってみました。可動範囲もいいから普通に腕組みなんかもできますね。お次はロギンズ師範代を蹴り上げてる時のポーズ。どうにか片足立ちでハイキックできないかなと思ったけど、さすがに台座なしでは無理でしたね。バランスが取りづらい。本来だったら足の先にロギンズ師範代がぶら下がっているんですけど、残念ながら彫像稼働ロギンズ師範代がないんで、代わりに彼ピーター・パーカーの偽物フィギュアペーター・ポーカー君、彼を足の先に添えればすごい足の保持力いいね。ペーター君が軽いってのもあるかもしんないけど、すごい合ってる。しっかりぶら下がってくれるペーター君もベリーナイス。せっかくなんでぐるーっと回っていろんなアングルからやばいな。覗き込んでるペーター君やばいな。フィギュアだからこういろんな角度で見れますからね。お次は指差しから血管芯を出してる手に変えて、くらってくたばれ開炎脳のモードのポーズ。やっぱり声真似にないで、真ん前にジョセフを添えるとなおいいです。でお次、なかなか楽しそうなポーズで、ジョセフが仕掛けた糸の結界を見破った後、貴様の作戦なんぞすでに見切っているぜのところ。そして両手から血管芯をブワッと出す。実際漫画とかだと背中からも血管芯は出てるんだけど、さすがに背中とかはつけようもないからしょうがないね。そしてさっきから後ろ姿ばっかりのこちらのジョセフ、今これ両手で自分の肩を抱いていますけど、ちょっと正面から見ると実はこうなっていますよと。はい構造的に肩まで手を持ってくるのが難しかったんで、それぞれの手首を分離させてこんな風にねマスキングテープとかを使って貼り付けています。バレなきゃイカ様じゃあらえんだぜとは言うけど、自分でバラしていくスタイル。両手を血管芯出した状態にするとなんかフィギュア自体のボリュームがアップしたような気がする。ちょっぴりグロテスクだけど、やっぱりこういう技を発動してるみたいなシーンはかっこいいね。はい、そして頭部パーツを変えてエシリシ最後の姿、よくも乗れよくもこんなどうってところ、なかなか化け物じみてていいね。ライティングの方もこう下から光を当てることによって恐ろしさを倍増させてる気になっています。倒される前のエシリシはもう激怒じゃない激高していましたね。泣きわめいて頭を冷静にすることすら忘れるくらい怒ってたんですね。口を大きく開けてるから相当怒ってるように見えますね。そしてエシリシも倒して解毒剤も飲んだんですっかり安心して、シーザーやリサリサのところへ戻るカード、鼻歌を歌いながら帰るジョセフ、バッチリ背中にエシリシの脳みそが張っついています。ちなみに今これは漫画に乗っ取って背中を見せているんだけど、正面を向くとどうなんだろう。はいっと、あー案外見えないもんだね。思いのほか脳の管っぽいところは隠れてるね。あでも背中のこことかこことかからちょいちょい見えてる。まあでも割と比較的正面から見て分かりにくく隠れてる感じにはなってますね。実際背中にへばりつかれてるジョセフもちょっと肩凝ったかなぐらいにしか思ってなかったからね。ちなみに単純に横並びで立たせてみると、やっぱりねジョセフより柱の男だからね、エシリシの方がでかいです。じゃあ同じ柱のワムーと並んだ場合、あーこうやって並べるとワムーの方が大きいんだ。頭頂部のこの角抜きでもワムーの方が圧倒的ビッグサイズ。多分筋肉量だけで言ってもワムーの方がガタいいんだろうな。はい、というわけで今回はこちらジョジョの奇妙な冒険第2部戦闘潮流より、柱の男の一人熱を操る開炎脳のモードの使い手エシディシを紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。
でしょうか。バムート同様の相変わらずのマッチョ具合の大ボリュームで、こんな風に血管芯が指先から出てるような手首パーツだったり、ほんの数コマしか出てないようなこの激おこ顔、あとジョセフの背中につける用の脳みそだったり、付属品がいろいろ面白かったですね。まあでもやっぱりあれ泣き顔はつけて欲しかったな。できることならあの泣き顔だけ別で販売してほしいぐらい。可動部分の方も大体のところは良かったんだけど、ちょっと肩の方がね上がりづらいっていうのがネックだったかな。それ以外の部分はかなり動かしやすかったんで良かったです。僕はね柱の男の中ではエシディシが一番好きかな。怒りそうになったら大泣きしてスッキリするっていうキャラクターの奇妙さが本当最高です。というわけで柱の男シリーズも残り一柱、2部のラスボスでもあるカーズ様のみとなったんでね、カーズ様の方のレビューもよろしかったらご覧ください。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。